サスキアファン・オイレインブルフ、サスキアファン・オイレインブルフは、オランダの画家レンブラント・ファンデインの妻であった人物。フリースラントの都市レイ・ワルデンに、市長の娘として生まれ、ライデンの裕福な製粉業者出身のレンブラントに、嫁いだ。彼女は、レンブラントの絵画や素描多数のモデルとなった。レンブラントハイス美術館サスキアは1612年、現在のフリースラント州の都市レイ・ワルデンで、 法律家で、市長、フラネケル大学の創設者の一人でもあった、ルンバルデス・ファン・オイレンブルフの8人兄弟の末娘として生まれた。サスキアは母・ショーキアをガが亡くした5年後に父も亡くし、12歳で孤児となった。彼女は、裕福だった両親から多くの遺産を継いでおり、フリースラントのヘッドビルトの町で、アネヒス・コージとその夫で、 法律家都市の初期を務めるジェラルド・バン・ルーに育てられた。しばらくの間は、フラネケル大学のあるフリースラントのフラネケルの町で、姉アンティエと暮らし、その死後は、義理の兄で進学の教授を務める、ポーランド人のヨハネス・マクビアスを手伝った。1633年、21歳のサスキアは、画家、歌唱でおじにあたるヘンドリック・ファイン・オイレングルフから当時26歳だった。 画家レンブラントを紹介された。ヘンドリックは1587年頃に、レイワルデンで生まれ、両親と共に、ポーランドのクラクフに移住したが、1625年に、アムステルダムに移住しが生をはじめ、最先霊派の一員となった。彼は、知人となったレンブラントの絵を扱うようになり、1631年には、ライデンからアムステルダムに移ったレンブラントを家に、住ませ。 アムステルダムやデンハーフの市民やメノハシントの顧客にレンブラントの作品を売っていた。1633年6月8日にレンブラントとサスキアは婚約を交わし、この3日後に洋肥誌に描いたサスキアの肖像が残っている。この年以後サスキアの肖像画が多数描かれるようになった。1634年6月22日に二人はヘッドビルトで結婚し、 しばらくの間は、オイレンブルフの家で暮らした。1635年からレンブラントは、自らの工房で弟子を教え始めた。当時の有名な弟子には、ホーファールとフリンク、ヘルブラント・ファンデン、エイクハウト、フェルディナント・ボルラがいる。レンブラントは画業を通じて、経済的成功を収め、1636年に、夫妻は、ニューエドゥーレンストラートに、自分たちの家を買い引っ越した。 1639年には1万3000フルデンの大金を投じてアムステルダム市内のヨーデンブレーストラートの立派な屋敷に引っ越した。この屋敷はユダヤ人地区に位置し近くには多くの画家や画商が住み、画商ヘンドリック・ファイン・オイレンブルフの画廊も隣にあった。この屋敷は現在ではレンブラントハイス美術館となっている。 しかし1638年7月16日付の文書ではフリースラントに住むサスキアの親類は彼女が遺産を無駄遣いしていると不満を漏らしている。サスキアとレンブラント、エッチング1636年サスキアは4人の子供を産んだがうち3人は生後間もなく亡くなった。しかし1641年9月22日に息子が生まれ洗礼を受け、 サスキアの姉妹キティアファンをイレンブルフにちなんでティトゥスと名付けた。しかし翌年、サスキアは29歳で亡くなった。死因は結核と言われており、アムステルダム市内の旧教会に埋葬された。サスキアは死の床で遺書を書いており、遺産相続人は8ヶ月の息子ティトゥスとされ、レンブラントは再婚しない上で、ティトゥスが亡くならなければ、 彼女の遺産に手をつけてはならないとされた。レンブラントは、サスキアの死後に、息子、キゥスの乳母として、家に入ったヘールチェ・ディルクスに、サスキアのものだった宝石類を与えており、こうした行為は、オイレンブルフ家の親戚からはよく思われず、この時期にヘンドリック・ファイン・オイレンブルフのガローとの契約も途絶えてしまった。数年経つとヘールチェは、レンブラントとの結婚を望んだが、 レンブラントは再婚に同意するとサスキアからの遺産が失われると懸念した。ヘールジェが家を出され、レンブラントからもらった宝石を売ろうとしたため、レンブラントは法廷に訴えて1650年に彼女をゴーダにある勘会員に閉じ込めさせた。息子ティツスと1647年頃にレンブラントのメイドとして家に入った若い恋人ヘンドリッキ・エストフフェルスは、 晩年のレンブラントの生活を支えた。1660年、二人は合唱を始め、破産したレンブラントを雇うという形を取った。レンブラントは彼らに雇われるという形を取ることで、債権者に煩わされずに絵を描くことに専念できた。しかし、ヘンドリッキエ絵が没する前の1662年10月27日、金に困っていたレンブラントは、 ヘンドリッキーへの没後の埋葬資金を作るために、旧教会のサスキアの墓を売ってしまっている。ありがとうございます。